どうも、エリラレトです。はい、こんにちは、フです。よろしくお願いしま す。さあ、フトさん、今回のテーマは何でしょう？今回ですね、悪の花のこちら、はい、衝撃シーンランキングということで、うん、はい、衝撃漫画ですからね、まあ、なかなかびっくり展開がね、はい、多いですから、はい、じゃあ、僕の第3位は、はい、こちらです。春日が中村さんと、全てをぶちまけて教室をクソ虫の海にしたシーンです。こういう表現なんですね。僕もそうですね、うん、初めて覚醒した時ですよね。そうね、最初はね、黒板にね、はい、なんか僕は変態だっていうのを書かされるところから始まってね、そうなんです。いきなりスイッチ入って、もう、はい、とんでもないことやっちゃいましたから、それで終わりって言って、うん、はい、うん、最後は円の中にね、うん、すごいなんかね、美的センスもあるような感じします。床にもクソ虫だクソ虫だって書いてある校庭見ると面白いですね、うん、このいや、ビビりますよね。次の日、はい、何も知らないやつが学校行ってこれ見たらめちゃくちゃ怖いだろうな。で、名前のところだけ消してたんですよね、ちゃんとね、中村さんがね、はい、悪の花だけは消してなかったっていうね、爪の甘さ、はい、バレちゃいましたから、ね、これでよく次の日学校行こうと思ったよね。いや、俺も行かないね。俺は絶対行かない犯人だったら、うん、絶対行かない、こんなの、うん、バレちゃうじゃん、うん、え、いや、まあ、いや、だからもうバレると思うもん、そりゃこれはひどい、誰にも会えない同級生に。これはひどいよ、うん、どういうことなんだ、クソ虫うんこの虫ですよね。鬱屈してたんね、うん、はい、じゃあ僕の第2位はこちらです。まあ、高校生になってからですね、春日が海辺で、中村さんはと聞いた時の中村さんの顔のシーンですね、うん、これは本当どういうことなんだろう、うん、すごい上見て未だにこの目をしてるってことよね、うん、中村さんこんな目してたっけ、中学校の頃。いや、だからあれよね、だからなんかよく出てくる、まあ、悪の花、ね、まだこいつはこっちやり続けてますって思うよね、うん、こっちがやり続けてますっていう、ね、中村さんこれどっちなんだろうね、髪黒く染めてんのかな、それともあの時は茶髪だったかな、中学校の時が黒く染めたんじゃん。もうお母さんもね、茶色い、同じ色だったから地毛があっちの茶色ってことなのかな、うん、まあ中学生ぐらいの時にね、茶色っぽいやついたもんね、うん、まあね、色素薄いというか、うんうん、まあ衝撃のシーンではありますよね、まあ、ね、なんか特に説明はなくね、うんうん、急だったんでね、うん、これはびっくりしましたね。私はこれですね、中村さんがですね、うん、これ家から持ってきたんだってビール持ってきて飲んですぐ吐きつけたところ。グエマジって言って、うん、そこら辺がね、なんか普通の中学生っぽさもあるというかね、うん、まずビール飲もうとするっていう、うん、ビール飲んで吐きかけてね、その後酔っ払っちゃうんですよ、ね、この時の2人は本当楽しそうでしたよね、はい、なんかね、岡本さん酒飲めばいいのにって思いますよね。こんなに楽しくなれるんならね、まあ、確かにね、はい、うん、もうクソ虫って思わなくなると思いますけどね酒さえ飲むのに、はい、まだ14歳だからね。じゃあ僕の第1位はこちらです。まあ、春日が常盤さんに告白するシーンですね。まあ、僕もですね、まあ、衝撃ですよ、まあ、なんか死なそうだったんでね、うん、なんでこのタイミングなんだろう、うん、まあこのタイミングも何もないのか、今なのか、とにかく、うんうん、このまま何もこの2人はなんないのかなと思ってたらね、まあね、うん、衝撃ですよね、これは。そうね、まさかね、常盤さんがね、やっぱどんどん可愛くなっていくのが偉いですよね、うん、常盤さん、そうね、まあ、確かに常盤さんが一番みんな好きなのかな、やっぱり、うん、いや、まあそうじゃない、うん、まあ確かに常盤さんってなんか勝手にツンケンしてる女ってイメージ最初持ってたけど、うん、最初からツンケンはしてないんですよね。みんなと仲いいよね、社交的なんですよね、うん、社交的分け隔てなく、うんうん、彼氏がちょっとダメだったっていうだけで、康二も人気者なんでしょ、まあ、そうそうそう、うん、一般で言ったらまあ、うん、美男美女のナイスカップルだったんですけどね、康二、うん、はたまったもんじゃないですよ、本当急に出てきた。こうじゃ本当に綾のこと好きだからね、うん、ただ部屋行っちゃうのはダメだよね、まあ、
なんで知ったんだっけ、あ友達から聞いたんだ、誰かと一緒にいたよっていう、うん、まあ、だから別に特に何も思ってなかったんだろうね、うん、家だし、そうね、確かに隠すが告白は、あでも佐伯さんにもしてたか、佐伯さんにもしてた、うんうん、結構アクティブなやつモテるもんはね、まあ、見る目があんのかな、こいつだったらいけるっていう、はい、というわけで、証言シーンはこんな感じでした。さあそれでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。ああダメだ、やっぱり消えてくれないんだ、ああ入ってくる、ああ誰か私を殺して、誰か誰か、春日くん、その春日じゃないよ、どうも、始まりました。